今日はですね、何の配信ですか？みんな何の配信だと思うかちょっと当ててみてください。何の配信だと思いますか？うん、なんか目が今日ツヤツヤやん。いや今日それな日焼け止め塗ってたからテカテカです。今日は何の配信だと思いますか？お昼ご飯配信。山田最近すいません、じゃあもっと可愛くしてくればよかったかな。何の配信か当たるまでこれ帰れない、みんなこれみんな帰れないよ。当たるまで返さない。断髪配信、あー確かにね。昨日夜配信ができなかったじゃないですか、私。なんでなのって。さあさあ狂ったように踊りましょう。100年後な、100年後のなんとかにはきっと死んじゃってるんだから、イエイイエイ。みんなわかんないやん、筋トレ配信マジでみんな分かってないやん。昨日は7月25日ね、昨日7月25日でした。はいはい、7月25日でした。7月25日何やるって言ってたっけ私。え、何やる、あ、6月だ、6月でへでへでへ、未来から来てのバレた今ので。6月25日に何やるって言いましたっけ私。もう誰も覚えてないの、普通に悲しい。スヌーピーで合わせてきたんだけど意識高いでしょ。誰も覚えてないんですね。そうなんです。デレン、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 お肉が届きました。みんなが私に用意してくれた食べ物、お肉が届きました。イエーイ。これ200円かと思ってびっくりしたの。実際 200g でしたねって思うでしょ。でも大丈夫、いただきましたお肉、やったー。ということで、じゃあなんで昨日の夜配信しなかったというとですね、お肉が昨日ね、お仕事が押して押して押して、受け取れなかったんですね。それで急遽今日のお昼に変更させていただいたんですが、
ちょっと開封していきたいと思う。スクショして、スクショして、いくよ。じゃあ開けていきたいと思います。もうね、午前中届いて、てかもうほんと1時間ぐらい前に届いて、でも冷凍だからちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと来た、あの急いで解凍させないとと思って常温にとりあえず置いといた。やばい、葉っぱに包まれてる。ちょっとこれ、じゃあバイバイって、バイ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 しましたと。あ、でもまだ凍ってるわこれ。あ、今日の夜の方がいい、今日の夜の方がいい。カチコチ。あ、でもまあ、夜にしますか。じゃあ今日の夜の予定は全部キャンセルして、食べたくてもうホットプレートも準備したのに。まあ確かに一番美味しい状態で食べたいからね。じゃあスクショして夜配信にしよう。はい、じゃあ夜の配信に回します夜配信するぜお肉で。じゃあちょっと冷蔵庫入れてきます。先に傷まないようにね。じゃあノイピー何を食べるのって思ってる方いると思うんですけど、そうだよね、確かに。ノイピー今日何食べるのって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、安心して昨日、一昨日食べ残したキムチ納豆そぼろがあります。これを食べます。くそくっそ、おととい食べ残したやつなんで、まあ綺麗なものではないよね。でもくそくそくそすぎ。じゃあでもちょっとそぼろ足したい。
し。はい、あのね、最近炊飯器が壊れたのでオートミールでオートミールにちょ冷凍を冷凍そぼろを入れます。あ、冷凍じゃない、冷蔵で。オートミールを冷やすというか、オートミールの熱で温めて、それと同時に納豆とキムチも入れちゃう。キムチって、あ、そっかな。いやでも味濃くなんだよね、キムチってね、本当に。混ぜご飯です。できました。じゃじゃん、納豆キムチそぼろオートミールご飯。ふう、ティッシュティッシュティッシュ。よし、ティッシュね。美味しそうじゃない、もう。に色が、はあ、まあもうちょっとキムチ足してもいいかなと思うんですけど、食べてみたいと思います。いただきます。おいしい。超えておいでぃ。うっ、酸っぱ、やばそう酸っぱくてやばそう。でももともと私が食べてるキムチが酸っぱいタイプのキムチなんで、おいしい。マジでおすすめ、食べてほしい。本当に超おいしいの、最近のマイブームです。昨日はね、家でご飯食べてないんだよね。そう、ジムの時にちょっと、あと楽屋でカレー食べたから家でご飯食べてないんですけど、一昨日もこれを食べました。ハマってます。めっちゃ酸っぱい酸っぱくてなんかもうベロ痛いね、納豆は焼肉屋さんのタレを使った納豆っていうのがスーパーに売ってて、買ってみたらめっちゃ美味しくて、なんかタレ入れなくても美味しいんです。ちょっとかき混ぜただけですぐネバネバになるの。ようかおめでとう。あー、連続配信ありがとうございますった昨日ゆうちゃんが、のえさん話したいことありますって送ってくれて、え、どうしたのって送ったんですけど、それから返事がないっていう。どうしたんだろう。うん、まっ、
美味しい。やばい。本当に美味しい。私最近夏バテひどくて、昨日もこんにちは、昨日も楽屋にご飯があったんですけど、カレーだったんですね。まあもともと私カレーが好きじゃないっていうのもあるんですけど、もう食欲もマジ本当になくて、3回ご飯つついて終わっちゃいました。本当に夏バテやばい。おとといは一日このちっちゃいやつの半分ぐらいの今食べてるオートミールキムチ納豆と、あ、そうだけだだけ食べて、もうもうダメだって言っちゃって、そうだから夏バテが怖いです。もう本当に夏バテすると私アイスが食べたくなるんです。本当になんでって思うかもしれないんですけど、甘いからとかそうじゃなくて、あ、まあ、甘いっていうので栄養が補給されてる感じがあるのと、あと冷たくて重くないからスルスル入ってくるっていうのもあって、もうね今アイス食べたいみたいになるんですよね。もう夏でいいの。去年あたりからすごい思うんですけど、まだ夏じゃないって思ってたら、もう夏がめっちゃ短く感じるんですよね。あれ今夏なの？みたいになって、もうすぐ終わってるみたいな。でも私は気づいたの、もう夏だっていうことを認めれば夏が長くて楽しいやんってだから今はもう夏です。梅雨来てないんだよな、でも私の中でまだ。でもなんか昨日ぐらいから雨みたいな感じだったじゃないですか。あ、明日か、明日から雨みたいな聞いたんですけど、今日天気良すぎて全然信じられない、待って終わっちゃう、美味しい、これは夏バテ関係ない、重くない、のがはさん、はい、ごちそうさまでした、イエーイ、おいしい、
夏バテ関係ないです、これは。レーナに食べさせたら多分うめーって言うと思う。ロングに戻ってて安心した。お、みんな騙されちゃったかな。騙されましたか。ツイートでみんなあのエピショットにしたんだって思いましたか。ありがとうございます。思った。ネピあショートにしたんだなって思いました。ドッキリ大成功。ドッキリ大成功。普通に騙された。イエーイ。でも姫カットが割といい仕事したなって思うんですけど、こうなってて、なんかちょっとわかるかな。なんかショートっぽい毛が、まあ汚いんですけどね。夏の前あ、今は夏の前恋が始まりそうって、僕は急に臆病をの伝えたい。最近ハマってる曲です。何やが HKT さんの夏の前って曲と、僕はいないって NMB さんの僕はいない、ツートップでハマってます。あんまりねプライベートで48の楽曲を聴くことってないんですけど、今はもう鬼リピですね。あと全然テイスト違うんですけど、ノーショーシャクレツガール、さあさあ狂ったように踊りましょう、どうせ100年後の私たちはみんな死んじゃってるんだから、イエイイエイみたいな。そう、今おにゅうぴしてますね。あとはなんか私切ない曲が好きなんですけど、あでもラッドウィンプスさんもやっぱ夏が来ると聴きたくなりますね。ケツメイさんとラッドウィンプスとリーパイプさん、カナブンさんあたりはなんか、あとナオトインティライムさんとかは夏が来ると聴きますね。あと僕のリリックのボリュームさんとか。ささやみユキ歌えるよね、歌えるはずなの。一回聴けばね、一回聴いてみる。一回聴けば絶対歌えます。一回聴かせて。
もう歌える歌える。この前ねカラオケに久々に行ったんですよ。で何の曲歌ったんだっけな。あ、初恋サイダーとか分かりますか皆さん。キスをあげるよ今更好きなんでっていう曲とか、あ、夜遊びさんのとか、沈むように溶けてゆくようにのやつですね。あと、うん、あ、バックナンバーさんと宇多田ヒカルさんの、バックナンバーさんは幸せって曲と宇多田ヒカルさんの Phrase of Love みたい。レレ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 レでで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 って曲と、まあ、なんかいろいろ歌ったんですけど、夜遊びさんのね、夜遊びさんのその夜にかけるだけあれでした。ちょっと自慢になっちゃうんですけど、それ以外はね全部95点以上いけたんですけど、夜遊びさんの夜にかけるだけ92でやった。めっちゃ悔しくない？でも全部、あ、ええ待って待ってみたいな、フルコンボいけちゃうんじゃないって思ったら、やっぱ夜遊びさんはむずすぎた本当に。あとあれも歌った、君と夏の終わりとかも歌ったんですけど、夜遊びさんだけむずいですよね、あの曲マジで。とかどこで息継ぎしてるのみたいな。なんか生で歌ってる時も本当にうまいじゃないですか。だからどうやって、ちょっと映像見てみたら分かりますね、後で見て。ささめゆき、じゃあ今日の夜ねまた配信しますから、皆さんぜひ見てください。あれ歯切れよく歌うとこう得点いくらしい、そうなの、なんだっけ、あ、ダメだな、曲が出てこない。沈むように溶けてゆくように、ついなぎりが晴れる、忘れてしまいたくてみたいな、でもめっちゃ早いとかあるじゃない、チックタックと鳴る世界で何度だってさみたいな、その言葉うるさい声に涙がこぼれそうでも、ありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる、騒がしい日々にって笑えなくなっていた、笑えなくなっていた、嫌いだ明けない夜に溺れた涙も、え、爪が伸びてきちゃいました。もう割と伸び伸びじゃない、あとまあ2週間ぐらいしたら変えようと思います。じゃあまた夜お会いしましょう。3、2、3、ありがとうございました。バイバーイ。夜、18時からお待ちしてます。バイバーイ。18時に会いましょう。3、2、1、3、18時だよ。あとバイバーイ。